トイ・ミーキーの一種トイ・ミーキーとは、アメリカ合衆国原産の愛岩犬である。犬種としてのスタンダードは全く固定されておらず、犬種名が商標登録されていることから、各界から激しい批判を受けている。トイ・ミーキーは繁殖者によって作質に用いられた犬種が全く異なり、ブリードスタンダードも全く固定させていないが、犬種として名乗っている、交雑犬種である。 主に作質に使われたのは小型の人気犬種で2007年の3月の時点で判明しているのはパピヨン、ファーレヌ、マルチーズ、ラサープソ、チベタンテリア、チン、ポメラニアン、チワワ、チャイニーズ・インペリアル・ドッグ、プーチーなど大部分が日本でも人気のある犬種ばかりである。しかしもっと多くの犬種が使われたとする説もあり、さらにこれら犬種をどれも 同じ頭数を交配させたわけでもなく、遺伝子プールも個体によって違うという。そのため、タイプを固定するためにトイ・ミーキーの犬種クラブも立ち上げられてが、未だに、まだ犬種の固定はあまり進んでいない。トイ・ミーキーは上記にも述べたようにタイプが固定されていないだけでなく、商標登録されてインターネットのみで販売させているため広く批判を受けている。 動物愛護団体からは意味のないただの雑種券で、そのためゆえに売れ残った犬は捨てられるか処分されてしまう上、インターネットのみの販売のためブリーディングシステムを隠蔽し、平気で近親交配や乱繁殖を行う危険性も高く、展示されている子犬が重い疾患を持っていてもそれを隠して高値で販売して逮捕された悪徳なブリーダーもいたため、 この犬種を禁止するべきであると批判した。他の純血犬種のブリーダーからも、無論、何百年と受け継がれてきた血統を恋に汚して、販売するのは遺憾であると販売を非難しているが、二重純血犬種のブリーダーからも、自分のブリーディングしている犬種と混同されて、風評被害に困っていると批判されている。二重純血犬種は、ただの雑光犬ではなく、 血統管理を行って純血種として固定されているため、トイミキーとは全く関連がない。風評被害の影響は大きく、愛願用の二重純血犬種だけでなく、解除用のために作出された二重純血犬種にまで、その被害が及び、このために二重純血犬種の解除犬の社会進出が遅れているとの指摘もある。そのため原産国である、 アメリカ国内でもトイ・ミキーに対する向かい風は強く、多くの専門家にも中止すべきであるという批判がされていて、犬種としての支持者は非常に少ない。なお、トイ・ミキーの犬種としての支持者はトイ・ミキーの犬種クラブだけであるが、雑種犬として個体としての支持者は動物愛護団体である。そこではトイ・ミキーのステイヌ他の犬種と変わりなく、 扱い、新しい飼い主を探して、保護を行っている。そこでは、本種はあくまで雑種券として捉えている。すべてのコートタイプ、耳の形、尾の形が認められているが、近頃垂れ耳薪尾のものと立ち耳薪尾のものに分化しつつある。コートは、光沢があり、絹のようなロングコートタイプと、滑らかなスムースコートタイプに分化が始まってきているが、その他は、 外見もマズルの長さも多種多様である。体高28センチメートル以下、体重2から4キログラムほどの小型犬である。様々な避難合戦を繰り返している中で、トイミキー自体はあまり健康に問題が出ない丈夫な素質を持っている。これは雑種化強制というもので、雑種犬にも現れている有意義な特性である。寿命も長く、 平均寿命は15から17年である。性格は遊び好きで、多少の無駄吠えも見られるが、基本的には、しつけがしやすい。ありがとうございます。